今年メジャーキャンプみんな知らないかもしれないけど、世界一のショートストップって今言われてるこれや。どんな時来てももうハイエネルギーだよ。もうびっくりするぐらい。絶対連戦やってて疲れてるはずなのに、グラウンド入った瞬間のもうエネルギー値めちゃくちゃ高い。どこいてもわかるから。あんなに能力のある選手がショート行ったら誰よりも声出し、誰よりも周りのこと引っ張んの。それぐらいのところに行きたいんだったら、それぐらいのエネルギー模倣しなきゃダメなんだって。真似しなきゃダメなんだって。で、今言ったみたいに安田コーチに言われて、その返す覇気って自分の強さがね、コーチに言われて上がるって自分で上げられないぐらいだったらそこで終わりだぞ。何度見てんじゃん、積み重ねなんだって。調子が悪い時声出ないとかじゃないの。調子悪くてもここの位置までは出すって自分で上げてく訓練しなきゃダメなんだって。根拠があって言ってんのよ。ただ気合い入れろって言ってんじゃないの。それが必要だから次のレベル行って圧倒していくような選手になるには、それが必要だから普段から心がけてくださいねって言ってんの。でそれってじゃあ誰でもできるの？できない。絶対できるっしょ。だって300キロ明日ブルベンチプレス片手で上げてくれって要求してる。でもやらないんだよ、できること。でもできること、じゃあずっとやらないでいったらどうなる？ああ、そのまま平均的に終わるでしょ。でも平均的にいて勝てんの、ここの世界。ああ、だったらそこ目指さないと。なれるかどうか分かんないと、挑戦権があるんだったらそこ目指さないとでしょ。そのために言ってるんだよ。そこまで考えて言ってるの。ただ気合出してくださいじゃないんだよ。ああ、OK、はい、それを踏まえてやってよ。はい。